アンツーカーが使われたトラック、東京オリンピック時の国立霞ヶ丘競技場前普通オープンテニスのクレーコートアンツーカー、またはアンツーカーは高温調整したレンガなどの土を粉砕して作られる赤葛色の人工土あるいはそれで覆われた競技場を指す。もともとはこの人工土を敷いた前、天候型テニスコートを指す商標名であったが、現在は 一般名称となっている。水はけの良さと濃い赤褐色が特徴で、主に陸上競技場やテニスのクレーコートなどに用いられている。語源はフランス語で、西部兼用の傘、どんな場合でもオすサスイエヌトゥキャスである。これを英語に直訳すると、インオールケーシズとなり、どのような天候でも使用できると解釈され、次第に全天候性を表すようになった。 ただし本来フランス語の EN2CAS には人工度としての意味はなくアンツーカーを指して用いることもない。テニスコートといえば芝生が一般的であった1880年頃水はけの悪さを抱える芝生の代替素材としてフランスで考案されたのが起源である。やがて1928年に開かれたアムステルダムオリンピックのメインスタジアム陸上競技場に採用されると これを機にヨーロッパで急速に広まり、現在では世界各国で採用されるに至った。日本でも松田スタジアムや明治神宮野球場などで採用されている。誕生当時はレンガを砕いたものが主流であり、長雨による電影化や乾燥による日々、砂ぼこりなどの短所もあって、維持管理に特有のノウハウが要求されたが、現在ではそれを改良した。 多孔室小精度が使用されている。ありがとうございます。